今回はマナマナ流サラサラツヤ髪作り方ということでですね、まあ、今の髪の毛はだいたいこのぐらいの長さなんですけど、まあ、いつもねこう綺麗なこうクルンとしたねボブを作ってるんですけど、何もしなかったらこんな感じです。このままでもサラサラではあるんですけど、明らかにこう結んでいたゴムがねそのまんまの跡になってると思います。これをこっからいつもの髪の毛にどう作っているかをお見せしたいと思います。もうたくさんね私の愛用している商品があるので、そちらも紹介しながらやっていこうと思います。レッツゴー。はい、ということでまずねドライヤーを準備します。ドライヤー準備したら、このねほら今もうがっちり癖ついちゃってるでしょ、こっちに。そちらをですね、こちらを使います。じゃじゃん、ケラチナムサーティーンということで、これでもう髪の毛濡らします。濡らすときはこう後ろに持っていきます。これを全面にやったら、この櫛で溶かします。ヘアミストをね染み込ませます。一旦したら次はこちらです。 LPS ヘアミストということでね、こちらちょっとオイルが入ってるようなヘアミストだったかな、なんかまあダメージにすごいいいっていうのをこちらねやっていきます。ちょっと毛先多め、はい。この2つ使う理由としましては、これでしっかり寝癖を直しながら、そしてツヤ髪もしながら、こっちでサラサラにこうダメージ補修をしていくというイメージでございます。ポイントとしては前髪を引っ張りながら乾かしてます。こんな感じで。続いて髪後ろ、ポイントとしてはちょっと引っ張りながら離してます。したら見てください、明らかに前髪の癖がなくなったのが分かりますか。本当にねこれが多分すごい癖にいいんだと思うんですよ。でこっち本当サッサになるんで、もうそのねダブル効果でなんと前髪が前に来ました。しっかりとさっきの癖がなくなって、でここもふんわりとしてるので、あとね毛先をこちらでやっていきます。こっからポイントなんです。やっていきます。とりあえず刺しますね。温度は150度です。これも高くしないっていう。これ必須です。マジドライヤーだけでもさ、すっごいサラサラになるんだよね。普段からやっぱ美容室行ってるっていうのももちろんあると思うし、本当にサラサラになったんだけど、よりね、このドライヤーをしたことによってサラサラになります。できましたと言われましたら、まず、まっすぐ下に全部溶いていきます。で、この時のお供がこちら、木の櫛です。コームです。それと一緒にやっていきます。通します。で通したら片方持って、そのまままずまっすぐにしていく感覚です。はい、まっすぐにしました。さあこんな感じになります。なんかこういっぱい髪の毛が目の前に来てるんですけど、このぐらいまっすぐにします。はい、まっすぐにしたらこうしっかりねここを分けて、前髪とそうじゃないところを区別しておきます。よし、はい、顔がしっかりこんにちはしました。あ、これを忘れてた。オイル、いつも髪濡れた時にこのオイルやるんですけど忘れてました。ちょっとやってきます。本当はこれ濡れた髪にやるんですけど、じゃじゃん、ルシード L オイルトリートメント。これ本当は濡れた髪にいつもやってるんですけど、毛先につけておきます。いつもやるのに忘れてた。ね、前髪もちょびっと、で、そうしましたら、
先に前髪を作っていくよ。ちょびくるんですね。今はちょっと前髪長さがあんまりないので、したらこっからがサラサラになるために必要なことです。いっぱいさやってんじゃん。したらさ、後ろ跳ねてんのさ、ボブだから。このぺっちゃんこ具合ですよ。これが良くないですよね。したらまず半分ぐらいをがっつり取ります。こんな感じ。ゴムをまあ本当は クリップとかで止める方がいいんですけど、こうします。したらここ全部アイロンかけていきます。ね、かけ方としてはこう引っ張りながら最後丸くしていくイメージ。引っ張りながら丸くする。わかるかな、伝わってるかな。これが横髪でやると引っ張りながら丸く、伝わった。これをやっていきます。引っ張りながら丸めていく。後ろ全部やっていきます。途中途中こうもやりながらね、引っ張りながら丸める、引っ張りながら丸める。それをやったことによって、このさっきみたいにこうピタッてこう首に沿ってない感じになってると思うんです。それをね、このまとめた髪の方もやっていきます。今ピタンコになってるよね。 これをね、いつも三面鏡を見ながら私はやってます。こうやって皆さんもやりやすい鏡の前でやってくださいね。たら挟みます。まっすーくる。これちょっと最初確かになんか難しい感じるかもしれないんですけど、慣れれば本当に簡単なのですぐできます。髪持ちます、挟みます、にくるってにいてるか。これを全部にやっていきます。ポイントとしてはちょっと髪をこうやってながらこういうやるイメージ。何が違うかっていうと、こうやってこうじゃなくてこうするとぐるんってなるの分かる？ちょっと今例でやったんだけど、こっちがこう横に引っ張りながらこうくるんってやってるでしょ、ふわんってしてる。こっちだと下に下ろしながらぐるってやるとぐるんってなるのさ。この違いが分かりますか？男性の方にはあまり分からないですよね。この違いが結構女の子にとってちょっと重要で、こうフォルムが綺麗に見えるんですよ。こっちだとちょっとやりすぎ感出ちゃうでしょ、でもこっちだといい感じでしょ。はい、これをねちょっと直しますね。横に引っ張りながらバッと丸くします。やりながら今どんな感じでしょうか。多分クルンとはなってると思います。下がで、これなってんじゃん。ただここはまだぺったんこなはずなの。やってないから、なぜならここがねぺったんこになる子、気になる子多いと思うんです。そちらをねやっていくんですけど、これね前回もちょっとやったので、もしかしたらね見てるか知ってるかもしれないんですけど、いつも通りやる感じで見せますね。こう上げます、コムをね通しながら持ちます。大げさにやるんでちょっと見ててくださいね。挟みます、グッと回しながらこうです。これをやるとここが丸くなります。これが大切です。はい、今やってみたんですけど、逆に言えば横にボリュームがない子は今みたいなやり方をするとすごいふわっと本当にします。こっちちょっとやったからふわっとしちゃってるんだけど、本当にねふわっと丸く見えるので、ボブがうまくいってない子って後ろが頭の形が見えすぎてるなって感じるんですよ。可愛いふわっとしたさボブの女の子ってふんわりと頭が丸く見えてるんですよね。でもそれは丸くなくても後ろがね、だいたいみんな後ろ向いてねえでしょ、だからここペタンってなりがちでしょ。でもここがふわっとしてるだけですごい女性らしく丸みを帯びたボブになってくれます。はぁ、伝わりましたか。はい、ということでね、はい、これが終わったらちょっと前髪アイロン通して最終直します。たら最後のツヤツヤ髪になるスプレー、じゃじゃん、ミゼルのブライトアップウェールというもので、これねツッツに見えるの、これ振ると。しかももうめっちゃ美容室のいい匂いっていう匂い、本当にツヤツヤなの。え、わかる？こっちまだスプレーしない方、こっちスプレーした方、なんか
天使の輪っかみたいな、このライトのキラーンみたいなのが出るんですよ。これをやることによって。ちょっとこっちもともとさ、ちょっとサラサラにしてるから、よりっていう感じです。こっちもね。ツヤ出しスプレーって感じです。これを後ろにも入れます。したら、前髪も。これやるとね、本当にツヤツヤに見えます。一日中。そしたら、前髪キープね。こちらを使っていきます。じゃじゃん。We were proud. ということでね。こちらをまず、しっかり固めたいときは根元だけをまず固めます。で、根元だけ固めたら次、真ん中行きます。たら最後、もうコームにつけるんですよ。たら最後、全部に振ります。目に入らないようにだけ気をつけてください。ただもう固まってます、前髪。はい、ということで完成しました。どうでしょうか。もう明らかにさっきのね、ゴム取ったばっかりのこう髪の毛の感じとすごく違うと思います。髪を濡らす、こうシャンプーしなくてもここまでね変えることができるので、もしよければね試してみてほしいなと思います。で、一つポイントを言うと、一回髪を全部濡らさないと、一回お風呂入らないと朝セットが決まらないんですって、こう意外と多いんです、多いんですよ。で、私自身もそうだったんですよ。なんと。それがですね、解決する方法があるんです。それがですね、ほんとドライシャンプーを使ってみてほしいです。朝、時間がないのにもう一回お風呂に入って、髪をセットするってすごい女の子にとって時間がかかると思うんですよ。私ドライシャンプー、今ちょっとここにないんですけど、ドライシャンプーのものをミスト、ドライシャンプーミストなんですよね。ミストを振りかけてガシャガシャガシャってしてドライヤーすると、もうびっくりするぐらいお風呂上がりの髪の毛のサラサラ具合ですっていうぐらいサラサラになるので、今みたいなスプレータイプのを使ってもうまくいかないよって子はドライシャンプーを試してみてほしいなと思います。どうでしょうか。かなりサラッサラなんじゃないでしょうか。よく美容師さんがこうやるやつね。タン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 。本当にね、サラサラなんですよ。もう触ってもサラサラだし、こう見た目もサラサラ、完璧だと思います。そしてふんわりとね、女の子らしい形ができたんじゃないかなと思います。もしよければ皆さん試してみてください。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしてます。それでは、バイバーイ。